千葉県千葉市にある蘇我駅。 J リーグジェフユナイテッド市原千葉のホームスタジアムの最寄り駅で、構内はジェフカラーでいっぱいです。千葉発の内房線の列車209系が到着しました。蘇我は内房線、外房線、京葉線と接続しています。快速列車の E217 系、1994年にデビューした近郊型の車両。内房線は千葉県の蘇我、阿波、鴨川間を結ぶ全長 119.4 キロの全線電化。木更津の先、秘密まで複線ですが、その先は終点まで単線です。内房線は蘇我を出ると房総半島の西側を南下し、外房線と分かれます。特急さざ波255系は東京方面から京葉線、内房線を経由し館山まで運行されています。五井駅に到着します。この駅から上総中野までを結ぶ私鉄小湊鉄道と接続しています。小湊鉄道はもともと房総半島の南にある阿波小湊を結ぶ計画にちなんで名付けられました。五井には機関区があります。構内には開業当時小湊鉄道を走っていた SL が保存展示されています。1894年のイギリス製1両と1924年のアメリカ製の2両です。小湊鉄道は五井から上総中野まで 39.1 キロを結んでいます。上総中野で第三セクターのいすみ鉄道と接続しています。木更津駅に到着です。
この駅で久留里線と接続しています。今では非常に珍しい車両のキハ30型。 JR でキハ30型が使われているのはここだけ。ドアは外付けです。久留里線は今もタブレット閉塞を採用しています。久留里線は木更津から上総亀山までを結んでいます。讃岐町駅に到着します。駅からバスでおよそ20分のところにあるマザー牧場。250ヘクタールの広大な敷地を持つ観光牧場です。都心に近く、豊かな自然と触れ合うことができ、大人から子供まで楽しめる牧場として人気があります。2012年に50周年を迎えたマザー牧場。さあ始まりました、コボタロレーションの子さんたちがゲートの中から出てきました。くるっと回ったワンの皆さん、ここでした。様々な動物とのアトラクションが毎日開かれ、一日中楽しめます。南下を続ける内房線の車窓に東京湾が広がり、天気のいい日には富士山まで見通せます。快速の運転は君津まで、その先の単線区間は普通と特急だけです。浜金谷駅に到着します。ここで神奈川県の久里浜を結ぶ東京湾フェリーと連絡しています。駅の背後にそびえるのこぎり山。のこぎり山ロープウェイはおよそ4分で頂上に到着します。のこぎり山は良質な石材の産地として古くから採石が行われてきました。石切場跡の絶壁に突き出した地獄のぞき。
鋸山全体が日本寺の境内、その岩壁の懐に刻み込まれた石仏。江戸時代の名工大野甚五郎が門弟とともに掘り続け、1553体もあるそうです。高さおよそ31メートル、日本最大の石仏も大野甚五郎の手によるもの。長年にわたって風雨にさらされ傷みが激しかったため、1966年に修復されました。館山駅に到着です。特急さざ波の運行はこの駅まで。館山市は房総半島の南に位置する町。戦国時代、後に立山藩となる里見家によってこの地に城が築かれました。里見忠義の代、1614年の大久保長安事件に連座し罷免、城は取り壊されましたが、1982年に再建されました。南宋里見八犬伝は江戸時代に書かれた長編伝記小説。里見家の姫と愛犬との奇妙な馴れ初めから端を発した八犬士の物語は、後世の芝居小説などに多大な影響を与えました。里見忠義が死去した際に後遺殉死を遂げた八維新の墓、八犬士のモデルとも言われています。館山駅からバスで15分の海辺の温泉宿花しぶき。部屋は全室オーシャンビュー。館山の自然がそのまま感じられる開放的な天然温泉。伊勢海老は千葉の名産です。定置網で朝に取れた鮮魚を網元から直接仕入れて宿の料亭の生けすへ。南房総の新鮮な魚尽くしの料理が大好評。厳選した伊勢海老、刺身はもちろん、一工夫された伊勢海老の豆乳鍋、まろやかな出汁が効いています。
立山を出た列車は東へ大きく進路を変え、房総半島の先端を横断します。千倉駅に到着です。房総半島の内陸部を走ってきた内房線はここで太平洋と出会います。千倉駅から徒歩15分の南総湾。こちらの名物は何といってもアワビ入りのそば。高級食材のアワビがふんだんに入っています。茹でると縮んで硬くなるアワビ、調理を工夫した結果適度な大きさと柔らかさが実現できました。気軽に千葉産のアワビが楽しめます。菜の花。温暖な房総半島では昔から油菜の栽培が行われています。現在も収穫されており、春には沿線のあちこちで線路が黄色に彩られます。太平洋に沿って列車は北上します。和田浦駅に到着です。ホームにツチクジラの骨格標本があります。和田浦は沿岸捕鯨が盛んだった町です。年間26頭に定められましたが、捕鯨は今でも続けられています。捕鯨シーズンの7月から8月には解体したクジラの即売会などが行われます。クジラ料理が一年中食べられるその名もクジラ屋。お手頃な価格でクジラ料理が味わえます。日本人にとってクジラは昔から貴重なタンパク源の一つ。クジラの部位を余さず調理できるのは日本人だけ。クジラは日本の食文化の一端、後世にもこの料理を伝えていきたいものです。始発の蘇我から 119.4 キロ、内房線の終点阿波鴨川駅に到着します。
阿波鴨川駅からバスでおよそ5分の鴨川シーワールド。雄大な太平洋をバックに行われる海の王者シャチのショー。トレーナーとの息の合ったアトラクションを見せてくれます。大小さまざまな水槽に多くの海洋生物が観察できます。マンボウの飼育は難しく、ここでは水槽での最長飼育時間の世界記録を持っています。北極海のシロイルカベルーガ。ベルーガは仲間同士で会話を交わし、物を探すときは超音波を出すなど高い知能を持つことが分かっています。希望者はベルーガに触れられます。ずっと触れていたい柔らかい優しい感触です。阿波鴨川で外房線と接続しています。外房線の特急若潮は房総半島の東を北上し千葉方面に向かいます。